この夏も多くの登山客が訪れた日本アルプス。そのにぎわいの一方で相次いだのが遭難者です。長野県警によると、この夏に遭難した人は125人で、過去10年で最多。天気に恵まれ登山客が増えたことが要因とみられます。こうなる前にどうにかしないといけないからね、これは長野県警が今日公開した山岳救助の一部始終です。現場は山梨県との県境にある標高2715メートルの権現岳付近。隊員は細い山道を進み、要救助者のもとへと急ぎます。大丈夫？怪我ない？怪我は大丈夫です。怪我は大丈夫ね。今体調どんな感じのとこが？疲労で体が震えてるのと、体震えてる、寒いとか暑いとかある？ちょっと寒い。ちょっと寒いね。了解。すぐねヘリで搬送するからね。救助を要請したのは熱中症の症状を訴える埼玉県の男子大学生。仲間に付き添われ力なく登山道に座り込んでいました。あ、山岳部？あ、ワンゲルね。了解了解。まあちょっと初歩的なとこだよね。水ないとかさ、こういうね熱中症とか。1年生だっけ？そうですね。その辺も考慮してね、登山計画こうなる前にどうにかしないといけないからね、7月と8月の夏山期間に発生した遭難件数は116件。そのうち熱中症や体力不足による疲労遭難は27件で、ここ5年で最多となりました。さらにその数を上回り、最も多かった救助要請が転落や滑落、その数34件です。救助隊です。あれ、左の肩以外だ、どう？こっちも痛いです。救助を待っていたのは愛知県から来た50代の男性。中央アルプスの宇津木岳を下山中、他の登山者に道を譲ろうとしてバランスを崩し、登山道からおよそ50メートル下に滑落しました。ちょうどこの あの方いる場所から落ちちゃってね。よいしょ。そしてちょっと痛いの我慢してもらって、僕らで背負ってね、ちょっと下まで降りますからね。男性のいる場所には救助ヘリが近づけないことから、開けた場所まで男性を背負って移動。ちょっと頑張りましょうね。ちょっとヘリ乗るまではね、ちょっと我慢してもらわなきゃいけないかもしれない。よいしょ。よいしょ。一旦下ろすよ。男性は肩の骨を折る大怪我でした。長野県警は50歳以上の救助が多いことから、まもなく迎える秋の登山シーズンに向け、こう注意を呼びかけています。やはり秋になると皆さん紅葉を求めて入山される方多いと思うんですけど、観光の延長ではなくて、少しスポーツっていう側面があるということで、しっかりとですね体調を整えて、トレーニングを積んでですね山に入っていただきたいと思います。